皆さんこんにちは、日月美和です。さて今回は日本画の表現技法の一つ白の扱いについてご紹介しようと思います。白というのは主に金箔や銀箔などの金属箔のことで、日本画の作品にはこれらを使った魅力的なものがたくさんあると思います。ですのできっと日本画を描かれている方は金箔を使って作品を作ってみたいと思ったことがあると思います。しかしそうは思っても金箔や銀箔などは高そうだし、扱いが難しそうと思ってなかなか手が出せていないという方も多いんではないでしょうか。ですが金属箔というのは安いものから高いものまで種類もたくさんありますし、使い方も基本さえ覚えておけばそう難しいものではないと思います。日本画では箔を貼ることを押すというのですが、この動画ではその一番基本的な箔押しについてご紹介しようと思います。それでは始めていきましょう。はい、それではまず主な箔の種類から見ていきましょう。金箔や銀箔をよく耳にするかと思いますが、実は金箔だけでもこんなにたくさんの種類に分けられています。一口に金箔とは言っても含まれている金属の配合率によって一番純度の高い純金から五毛色、一号色、二号色と続き、それから一番銀箔に近い砂台色までとても細かく分けられています。金箔以外にも銀やプラチナ、真鍮、アルミ、錫など様々な箔があります。またこの真鍮箔というのは見た目が金箔に似ていて洋金箔とも呼ばれます。実際の純金箔と純銀箔はこんな感じです。そしてこちらが純金箔と洋金箔です。洋金箔の方が少し大きいです。この他にも青貝箔や赤貝箔、それから銀彩箔や鉱彩箔など金や銀以外の色味のついた箔もあります。銀箔をいぶしてそのものの色味を変えたものが青貝や赤貝、黒箔ですが、銀箔やアルミ箔をベースに着色したものが銀彩箔や鉱彩箔と呼ばれます。はい、それでは箔を押すための準備から説明していきます。このように箔というのは非常に薄くて少しの風でも飛んでしまうようなものなので、このままではとても扱いにくいと思います。そのため使う前には箔明かしという作業が必要になります。これに必要なものはオイル、ベビーパウダー、箔箸、バレン、新聞紙です。道具が用意できたら早速箔を開けていきましょう。ここでは洋金箔を使って説明します。どの種類の箔でもこのように紙に包まれているので、こうして何かで押さえておくと使いやすいと思います。一枚一枚の箔の間には箔愛紙と呼ばれる薄い紙が挟まれているので、この箔愛紙を使って箔明かしをします。ちなみに先ほども説明した通り、箔というのは非常に脆いのであまり素手でベタベタ触らないようにしましょう。またエアコンの風やくしゃみなどにも注意してください。私も今まで何度もくしゃみで箔を吹っ飛ばしたことがあります。ではここで箔明かしの一連の流れをお見せします。後で一つずつ細かく説明するので、まずは流れを覚えてください。ベビーオイルを新聞紙に垂らして少しずつバレンに油をなじませていきます。そしてそのバレンで箔愛紙をすります。箔愛紙に適度に油がなじんだら、そっと箔の上にのせます。そしてその上から優しくなでて、箔が紙にひっついたら OK です。ではもう一度一つずつ見ていきましょう。まず箔愛紙のめくり方ですが、こうして箔箸で角を刺して反り上がったところをつまむと簡単にできます。ちなみに箔を扱う際は指先や箔箸にベビーパウダーを塗っておくと余分な皮脂が抑えられて作業がしやすくなります。次に新聞紙にオイルを垂らしてバレンでそれを少しだけ取り、別の場所でこすりながら油をバレンになじませていきます。
この作業は加減が難しいかもしれませんが、バレン全体がベチャッとするのではなく少しテカるぐらいを目安にやってみてください。それができたら博愛紙をこすってバレンから紙に油をなじませていきます。真ん中ばかりではなく四隅もきっちりこすっておきましょう。そして今こすった面が箔と合うように端っこを持ってそっと乗せます。箔に乗せる際は真ん中をたわませて最初に下ろすようにするときれいにいきます。それからこのように箔箸で全面をそっと撫でて密着させれば完成です。こうして1枚のシート状にしておくことで箔押しが非常にしやすくなります。続いてもっと簡単に箔明かしができる方法をご紹介します。先ほどのようにバレンやオイルなどを用意しなくても市販されている明かし紙というものを使えば簡単に箔明かしができます。明かし紙というのはそのまま箔の上に乗せれば簡単に箔がひっつくように加工されている紙で赤写し紙とも呼ばれます。このように色付きの紙に挟まれていたりしてどちらが明かし紙か分かりにくいかもしれませんが、触ってみるとだいたいロウが引かれてあるチュルチュルだったりヌルヌルした面が分かると思います。そしてそのロウ引きの面を箔に乗せれば簡単に箔がくっついてくると思います。裏表がどうしても分かりにくい場合はとりあえずやってみるとくっついた面が正解だと分かると思います。明かし紙を使えばこのように簡単に箔明かしができます。はい、それではいよいよ紙に箔を押していきましょう。箔を押す際は 2,3 倍に薄めたニカワを使うのですが、いきなり押すのではなくまずはじめに捨てニカワという作業をします。こうして薄めたニカワを何度か塗っては乾かしてを繰り返すことで後で押す箔の定着が良くなります。捨てニカワはこれから箔を押す部分全面に行っておきます。指先や箔箸に油分があると箔を持つ際にくっついて破れてしまったりするので、こまめにベビーパウダーを塗りましょう。実際に押す箔のサイズを確認したらそのサイズよりも大きめにニカワを塗ります。広めに塗っておくと多少箔を置く位置がずれても安心です。少なすぎてもいけませんが、ベタ塗りすぎても箔が安定して定着しないので適度な量を塗ります。そして対角線上に箔の両端を持って真ん中からそっと下ろします。そして軽く撫でて空気を抜いたらさっと明かし紙だけをめくります。続いて隣に2枚目を押していきます。利き手によっても違うと思いますが、箔を押す際は右端か左端から始めると作業しやすいと思います。そして先ほど押した箔に少しかぶるようにニカワを塗ります。今押した箔の上にも5ミリほどかぶせてニカワを一緒に塗るイメージです。よく見ると箔の上にも筆が乗っていると思います。しっかり塗れたら先ほどと同じようにまた箔を押すのですが、今5ミリほどかぶせた部分にも箔をかぶせるように下ろします。箔と箔を少し重ねて下ろしたのがお分かりでしょうか。このように少しずつ重ねながら貼っていくと乾いた後につなぎ目が自然になります。下の段に押す際も同じように上の箔に少しかぶるようにニカワを塗って箔を押します。こちらも上の箔に5ミリほどかぶるようにします。これ以降も同じようにとにかく接する面に少しずつかぶせるように箔を押していけば OK です。箔押しの直後はこんな感じです。
では次に、このように中途半端な大きさの部分の箔押しについてです。1枚そのまま押すと大きすぎて余分に余ってしまうので、サイズを調整してから押します。そのためにはこの箔をカットしないといけないので、ハサミを使ってカットしていきます。しかしそのままハサミで切ろうとすると、箔がハサミにくっついてうまくいかないので、ハサミにベビーパウダーを塗ってから使います。このようにハサミの刃にベビーパウダーを塗るのですが、手を切らないようには注意してください。必要なサイズを確認したら、それより少し大きめにハサミで切りましょう。カッターを使った方がきれいに切れそうと思われるかもしれませんが、箔が刃に引っ張られてうまくいかない場合が多いので、私はハサミを使った方がやりやすいと思います。あとは先ほどと同じように箔を押すだけです。箔というのはペラペラのままだと使いにくいですが、このように箔明かしをした後なら形を変えるのも簡単なので、ぜひやってみてください。ちなみに箔明かしというのは一時的に箔をくっつけているだけなので、時間が経つとまた剥がれてしまいます。なのでその日必要な分だけ明かして使うようにしましょう。全面押し終わるとこのような感じになります。そして乾燥させた後にももう少しだけやることがあります。このように柔らかい毛のたっぷりした筆を用意して、表面を撫でて余分な箔を取っていきます。重なった部分やきっちり接着できずに浮いている部分の箔を取り除く作業です。箔と箔の重なった部分は少し濃く見えると思いますが、これは箔足と呼ばれる箔押しをした証のようなものです。余分な箔を取り切るとこのような感じになります。ここで目立つ穴などを見つけたら、小さく切った箔を押して補修してもいいと思います。ちなみに今集めたこのようなかけらは捨てないで残しておくと、また砂子などで使うことができます。砂子についてもまた別の動画でご紹介します。最後に動作を引いて箔押しの全工程は終了です。一つ一つの工程を見るととても面倒くさそうに思われるかもしれませんが、慣れてくるといろんな表現ができてとても楽しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで箔の使い方についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか。薄くて使いづらそうと思っていた箔も、箔明かしをするだけでこんなに簡単に使えるということが分かっていただけたんではないでしょうか。皆さんもぜひたくさんの箔を使って作品制作を楽しんでみてください。今後も日本画の描き方に関する動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。